ヘンリーフィルターを回せるようにちょっと工夫いたしまして、これほらだん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 してくるのかな、これをポリッとす、あまり高い ND フィルターじゃないからがっつり回しちゃうと X 出ちゃうのよね。今もおそらく出てるでしょ。まあどうやってやるかっていうと、今日はブロックベイを新しくしてるから、朝からユンボでガンガンやられてる。ユンボでガンガンやられるとね、家が揺れるだよ。いや、こら、え、こら、こいつの置き場所はこの前ここに置いたの。よっこいしょ、ついちゃった。ここに、こうやって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 、ね、こうやって置いたの。ただこれがさ、ハンドル回すたびにガチャンコガチャンコしてて、ダメだからこっちにしようって。ここにもマグネットあるからさ、ここにこうやっちゃう。この USB-C さんはね、ケーブルがぶっとくてさ、ケーブルがぶっとくてよ、これを地味に刺してここへマウントするんだけどね、ケーブルがこう動くと、動くためにこう回っちゃう、回っちゃうの。だからこの辺に、前はここでね止めてたの、動かねえよ、こうやって。それが熱で溶けちゃって、取れちゃった。あとあるんですよ、あとあとついてるんですよ。ここにねペッタンコしてあったの、こういうの、こういうものをペッタンコしてあったの。だから今度はどうしようかなって考えております。マグネットくっつけたんだから、ダメ、口が回ってねえな、朝だ、ダメだこれ。あ、壊れちゃった、壊れちゃった。また手取っちゃうよ。今手にリモート持ってるからね。7.1km 先、左方向。ここでいつも止まるから。こんな風に持ってるよ。この方法がベストだな、今のところ。車の運転手、あ、ハンドル操作にも支障ないから。取れてる？そしてすぐに回っちゃったから、こいちょ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 い、ボタンはここでピッとする。向こうが動くと、あ、壊しちゃった。こういうことやってると危ないからね。
はい、終了。あ、レックボタン、どこだ、どこだ、どこだ、ここだ。でもなんとかなりますわね。自動車税だって今月いっぱいなのに今頃になってくるんだぜ。今日何時だ。今日ないんか。もう少し早く届くれよってな。思わない。お子さん、リモコンさん、リモコンさん、当たってて、ね、GoPro のリモコン圧倒的な動画です。ドライブ中に置くこともできた。ここでハンドル握っちゃうとちょっと邪魔だよね。こっちにも出ちゃう。こうやってでスイッチをクイックイックイって持ってきた。ウッてウッてなんだよ。段は左手です。左手右手で操作すると、だいぶ楽になりましたね。今までは古いスマホにアプリを入れてこの辺にここなんていうんだっけ、真ん中なんていうんだっけ、先端なんだろう、のあたりにこうやってスマホをマウントしてコントロールしてたわけか。それめんどくさい時はコマンドで GoPro なんたらって言ってたわけ。ただし車が動いてると作動してくれません。ここにつけてたってね、ガヤガヤうるさいと全然反応しません。エラーします。バカでかい声で GoPro なんだらってギピピピって言わないとダメ。近くに人もんって見るからね、かっこ悪いでしょ。今度はこれです。ここにあってもこれです。ピッて。だってこれ押せねえもの。これが硬くてさ、ここにあったってカーってもうイラついてくるからね、ダメです。あ、こっちだね、こっちだ。えっ、目の前で工事やってるからさ、うっさくてしょうがないんだろうと。なんかやろうとすっと、あららら始まっちゃった。ダメだこりゃ、やめた、やーめた。やる、これの動作をお見せする。この子の電源オンオフ。ただし1時間ぐらい放置すると反応しなくなる。先ほど使ってたから多分反応するはず。いくよ、この下のこれね、ここ押すよ、長押し。うピッピッピッ、ここ見てね、見なかった。
繋がったに繋がったでしょ。でこの電源ボタン軽くちょんってやるとこれでフォトモード、もう一回ちょんってやるとタイムラプスで、タイムラプス、タイムワープになります。アイコンがあるの、ちっちゃいアイコンがあるの、見えた、見えないか、この液晶ね、どうもダメだね、映らない。で、ビデオに戻すよ、ピコ、ここ見える、見える、見えない。で、ここ左の歯車を押すと、この中の撮影モードがこうリングリに変わってきます。次って変わってきます。で、たとえどこに設定が変わっていったかってでどこに設定しているか分かんないんですよね、リモート。この画面で調べないと分かんない。そういう時はこの星5合星押すとデフォルトに戻ります。デフォルトって一番上の撮影モードに戻ります。どこにいてもそのデフォルトに戻る。ピコ、先生はシネマモードにした。わかった。下の3つの白いボタンはそれだけ。上のボタン、赤いボタンはレックボタンです。録画開始。とストップができます。開始する。ピッ。イエイエイエイ。ストップ。行こう。この時のタイムラグが開始は 0.5 秒で、ストップは1秒だったかな、あれ1秒ぐらい遅れて画像がピッと止まります。で、ビーポンが鳴るのは2秒遅れだったかな。で、ピッピッピッと鳴るのが 2.5 秒、それぐらいのタイムラグがありますよ。ああ、ゲップです。大きさちょうどいいですね。でこうやってバッテリーまたバッテリーマグネットくっつけてあるから、これにスマホのリング、使わなくなったスマホのリングね、で回転するやつをペタンとして指通して、これだ落ちません。こうしておけば何かの用を出すことができますよ。で使うときは持ってこいよ、ピッ、ほい、カメラを操作していってもここにあるよ、使うときは持ってこいよ、ピッ、そういった使い方をしております。これ最強ね。うるさいね、また始まっちゃったね。以上、ウーロ、こっち、さよなら。